はーい。お疲れ様です。素みつです。今回のお話なんですけど、こちらですね。滝沢ガルサのツイートなんですけど、昨年、社員に170億円を横領され、勝手にビットコインに交換されてしまったソニー生命さんって、ソニー生命さんでね、えー、社員の人が170億円も横領してたんですよ。で、その回収のためにね、法的措置とか出てて、回収したビットコイン、ビットコインに返還してたみたいで、えー、それをね、換金し直した結果、約220億円 ということでえちょっと待ってあの170億円を横領されたのを取り返したーって思ったらそれがお金増えてて220億円になってたぞーっていうことでね今話題になってるんですよまるであのこないだのねあの山口県の田口容疑者いるじゃないですか勝手に4360万円振り込まれたからって使いまくったよってオンラインカジノ持ってったんだーって言ってた田口容疑者の真逆みたいなあれは4630万円がだいぶ減ってたよっていうような話 だったんですけど今回の話っていうのはビットコインに変換した結果増えて帰ってきたぞーっていうことで、ね、今話題になってるんですよなので社員の不祥事で50億円の爆撃を達成してしまうっていうことでまさかの不祥事で50億円というねそんな利益が上がってしまうという話になっちゃってるんですよねえー、って これどうすんだろうねなんかめちゃめちゃ気まずいですよねお前クビだーみたいな感じになってるとは思うんですけどえ、50億円も稼いでくれてたのみたいになると会社としてもなんか責めづらいですよねこれどうなんだろうねまあ、ということでこの件についてお話していこうかなと思います元日のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますで、まあこの話ってことの発端としてはねガルスさんが、えー、昨年、えー、ツイートしてたんですけどソニー生命海外子会社から不正送金し170 10億円を搾取した男を逮捕ソニー生命の社員、石井容疑者は子会社の口座から約170億円を別口座に不正送金し、搾取した疑いということでね、石井容疑者、あの日本人なんですよ。 170億円もね、32歳の方が、170億円も別口座に不正送金して横領してたわけですよね。で、同社は8月に不正,不正送金を公表し、警察に刑事告訴、事実関係を確認中でコメントできないとしているということで、まあ、図でこういうものがあるみたいなんですけど、ソニー生命保険でね、この石井容疑者が、えー、上司の証人を偽装して、不正送金を指示ということで、まあ米銀のねえー でしょうね、これ細かいこと、元道もちょっと難しいで分かんないですけど、とにかく170億円分のお金をまあ不正に送金指示して横領しちゃったわけなんですよ。 えーやばいじゃーんってもう速攻でこんなのクビだお前みたいな話でねで法的措置とかにも出てたわけなんですよでまあこちらね一旦ねリツイートといいでさせていただきますねあ元々ねツイッターもやってるんでもしよかったらフォローをしていただけると嬉しいんでよろしくお願いしますそしてですね最近のツイートでこういう話になるんですよ爆撃達成しちゃったよーっていうことでこんな判決があったみたいなんですよね、えー、海外子会社から不正送金された資産の変化に関わる判決についてとこれソニー生命 保険株式会社が発行しているものなんですけど昨年公表いたしましたとおり昨年5月弊社の海外子会社であるエセーリアランシャルランスかな、まあ、ちょっとごめんねえにおいて同社名義の銀行口座から同社が承認していない約170億円え約155100万米ドルの送金が行われましたその後弊社元社員が昨年11月29日に本件に関し詐欺罪の容疑で軽傷に対応 され装置起訴に至りまた12月21日付で組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の容疑で追装置されましたとでその後本事案において外部送金された資産は暗号資産に転換されておりましたがその後米国において正当な権利者に返還するための司法手続きが進められ当該暗号資産は資産保全等の観点から米ドルへ返還されました。 あれいえー、今般、えー 米国カリフォルニア州南部連邦地方裁判所より SAD への返還をも認める旨の判決の言い渡しがございました返還予定の金額は約161100万米ドルですということでまあとにかくいろいろね法的な回収ができましたよっていうことをねここで書いてるとめっちゃ難しいこと書いてるんですけど本事案の発生により弊社事業に日頃から信頼をお寄せいただいているお客様 おおびび関係者の皆様に多大なるご心配ををけしまししままたことを深くお詫び申し上げますってだって170億円が横領されてどっかに消えたよって言われてたら使ってる人からしたらええー、って俺の保険金がーっていう話にもなってきますからね、まあ、まあもちろんそこら辺は対応するんでしょうけどとはいえ回収ができたわけなんですよ。 でも回収できた額がお増えちゃってるからね155から161で増えちゃってんだよねやばんか投資に成功しちゃってるじゃんみたいな状況になるんですよこれなんかちょっと気まずいよねまた日米両国の捜査当局及び本事案の解決にご協力いただいた関係者の皆様ご尽力に対し改めて感謝申し上げますなお今般の米国での判決言い渡しにより当該資産が返還されることを契機に犯罪防止犯罪 被害者救済、人道支援、その他社会公益に資することを目的として寄付を行うことについて検討してまいりますと、まあ、浮いた分寄付しますよみたいなことを書いてるのかな今後このような不正行為を二度と発生させないように内部管理体制の一層の強化と役員社員のコンプライアンス意識のさらなる上層情勢に努めてまいりますということですみませんでしたただねこれだけ増えましたっていうような話がねこうやって発表されるんですよ。 でってこちらリツイートといいさせていただきますねとなると、まあ、これだけね追求して回収したのはいいけどえ増やしてくれたのみたいな感じで会社としてはなると思うんですよねでこの間の山口県のね田口翔容疑者4630万円を勝手にオンラインカジノにも使ってたっていう話ですけれどこの時はね、まあ、もう減ってたからおいふざけんなよってお前返せよみたいな話でいろいろ法的な話がねいろいろあったわけなんですけどただ今回の 偏見っってていうのは増えちゃってたんですよねただ米ドルとしてはそこまで増えてないんですけど、まあ、円安の効果とかなのかな、まあ、そういうところで220億円50億っていうね差額が出ちゃったっていう話なんですよね、まあ、ここら辺ちょっとね本光も,とみつもあの円安のあれとか難しくてよく分かってないんですけど、まあ、50億円のね利益が上がったよって話があるんですよびっくりじゃんマジで。 <laughs> ちょっと衝撃すぎて動画にしたんですけど、まあ、いろんな人の意見もね、ちょっと見ていこうかなと思います。クソアラーって、えー、数千万円くらいボーナスやれよーって、おそらくですけど、あのー、多分、クビになってると思うんですけどね、こんなことしてるんで。なので、まあ、ボーナスでもやれよーとか、勝手に使ったんだから、ダメだかなーって、もうこれ,これ、そりゃそうだよ。 完全に犯罪行為なんで、あっちゃいけないし、罰は受けるべきなんですけど、ただ会社としては、そんだけ増えたんだったら、ちょっとぐらいやれよとかっていう意見、結構多かったんすよね。うん、もうこちらね、一旦リツイートといいでさせていただきますね。これ下手したらさ、あの、もしかしたら、この間の田口容疑者に関しても、もしかしたら増えてたら、おい、ナイスみたいな声が結構上がってたのかもしれないですよね。うん、全然良くないよ。良くないことに変わりはないんだけど、マジかって、なんか気まずい感じになっちゃう。 っていう話なんですよねとかあとすごすぎソニー生命の前年度の純利益471億円で考えると10%以上1人で達成ってこれいつの計算に計算されるのかなってそんな優秀な社員いねえだろうみたいなことをね言われててこの計算、えー、どこに計算されるんだろうってうん50億円ぐらい増えてんだよど,どう計算するんだろうねこれ何何何なんだろう あの内訳は元々全然分かんないんですけどこちらもねリツイートといいで、ね、させていただきますねとかあと労働時間も人数も使わずに50億の利益を出す社員って爆笑セレベルって確かにね一人でそんなことできるやついないもんね ありえねえってなりますけど、まあ、ただやってはいけないことをやってるんでねもうこれすごいよねちょっと求めてほんと衝撃的だったんだけどこれじゃあリツイートといいで、ね、させていただきますねとか他にはね当然クビに,にしたんだろうから退職金5億くらいは出してあげていいのではってまあ、5億もあげるっていうのはちょっとねおかしい話ですけどマジでとりあえず退職金ある程度上げてもおかしくないくらいの会社が利益上げちゃったんですよね、うん、確かに犯罪だし、えー、罰は受けるべきだとは思うんですけどこれどうなん 会社としてもなんかど,どうしようこのお金どうするみたいな感じにしかならないよね、まあ、だから寄付しますみたいなこととかも書いてるわけなんですけど。<laughs> は思わぬ利益が出ちゃうっていう話ですよね。まあ、こちらもね、リツイートといいね、させていただきますね。まあ、この話、まあ、元三津はね、面白おかしく話してますけど、やっちゃダメだからね、こんなこと絶対に良くない、いいお金ではないと元三津は思ってるんで、まあ、そこら辺はね、えー、まあ念頭に置いてお話聞いてもらえたらなと思います。ということで、今回のお話は以上です。皆さんの今日もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元三津のチャンネルでは、自事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。 そう。